ハーツでーす。もちろんドッキリは後取りでございます。お母さんに髪切ってもらいました。いいでしょ、すごいでしょ、めっちゃいいでしょこれ。ということで本日やる企画、人狼ゲームでハルッチばっか処刑しまくったら何回目で気づくの。はい、これドッキリです。人狼ゲーム皆さん分かりますよね。分からない人はちょっと調べてください。で、人狼ゲームのさ、あるあるでさ、まあ、絶対最初に処刑される人いるじゃん。なんかもうよく分かんねえし、議論しててもなんか解決しんし、一旦こいつやっとくかみたいな人いるじゃん。もう分かんないから、まあ、その役目が今回ハルチということで、で普通の人狼ゲームじゃなくてワンナイト人狼という1回で議論が終わるやつでやっていきたいと思います。そして偽企画は笑ってはいけない英語禁止人狼ということでね、これなら多分バレんはず、ハルチにはすごい勘がいいんだけどね。ドッキリに対するこの笑ってはいけない英語禁止人狼にはポイント制度をつけます。笑ったり英語言ったら1ポイント、人狼ゲームに負けた人にも1ポイント、最終的にポイントを多く持っていたやつが罰ゲーム。まあそれはね、本編でその罰ゲームの内容を話すんですけど、これを加えることによってハルッチはもうめちゃくちゃ必死になるんじゃないかと。でまあ最初はね、本当バレんように自然とハルッチを処刑する方向に持っていきます。でまあ後半はね、まあちょっと大げさにやってみて、どんな正論言われようと、俺がもうめちゃくちゃ人狼ムーブしとってもハルチを刺していくという、でまあそうやっていって、まあ、いつ気づくのかという、まあ、検証兼ドッキリでございます。じゃあ久しぶりのドッキリやっていきますか。それでは、人狼ドッキリやっていくよ。はい、笑ってはいけない英語禁止人狼ゲーム。まあ、ただ人狼ゲームやっていても、まあ、面白いは面白いんだけど、やっぱね、YouTuber はね、まあ、いろいろ付け出すじゃないですか、バカみたいなルールを。まあ、シンプルに笑ったり、英語言ったら、まあ、ポイントが加算されて、で、まあ、例えば人狼で負けたりとか、市民で負けたら、そこにもポイントが加算されてる。一番最後にポイントを持ってた人は、はい、1週間、ウルフィーだよ。ロクちゃんのやつ。そう、ウルフィーダンスをということで、早速人狼やっていきましょう。笑ってはいけない禁止英語人狼やっていくよ。で、役職がですね、6個あります。人狼、人狼、占い師、怪盗、村人、村人と。で、この6個の中から4人に割り振られるんで、もしかしたら人狼がいないパターンもあるわけですね。平和村中やつですね。平和村中やつですよ。占い師っていうのは、ある人を占いますって言ったらその人の役職が見れるんですよ。まあ、人狼だったら人狼って出るし。で、怪盗っていうのは人の役職を奪います。ミゾの役職を奪いますって俺が言って、ミゾの本来人狼なんだけど俺が人狼に変わるということです。俺はどうなの？怪盗になる。いや、まあ市民になる。で、村人はもう純粋に人狼を見つけた方がいい。じゃあ今から役職振り分けるとして、もう今から英語もう笑ってもダメね。ああ、そうしよう。よーい、スタート。じゃあ行きます。はい、僕これです。はい、クソつまんねえ。次ハルチ。はい、ハルチはヤリマン風俗嬢っていう役職だ。でもそれって一応市民だよね。じゃあ僕、人狼でした。もう下手か。下手ことあるんだ。役職ミスター。一番の醍醐味なんよ。僕の役職こちらです。赤いね、赤い。話し合い開始です。でした。僕の占い師です。信じてください。はい。僕の占いが100発100中当たります。はい。嘘だと思います。はい。はい。嘘だと思います。僕もです。ちょっと待って。俺は、ちなみに占い師で、占った人がいます。はい、彼女です。んそしたら、うん。煙草でした。違う。いい匂い。ハルチ村人。いやでも占い師がこの場に出てきてない時点で信憑性高いね。はい。はい。僕占い師。あ、何でや。こいつ人狼や。嘘だと思う。ミゾは。はい。何でしょうか。だって村人だったもん私。本当にそれしか言えない。村人だったから。よくある人狼のあれですね。バカやべえぞ反論が。絶対怪盗いると思う。怪盗出てこないってことは多分人狼と怪盗いるよ。人狼と怪盗る。ログアウトすんねん。すいませんでした、笑ってしまいました。新鮮なゲームだからね、笑っちゃった。そうだよ、笑っちゃいましょう。よーい、スタート。だから怪盗がいるの絶対前に当たってここに。それを主張するってことは人狼です。人狼って出たんだけど、でも絶対に私は怪盗に取られてると思う。逃げれるわけなくめちゃくちゃ怪しい。いいよ、絶対に怪盗いるから、あれか狙ってもそいつが勝っちゃう。今回は絶対ここにいる。何ぜ
むずむず。もう無理だよ。もう無理だよ。クモさんむずむず。決まりました。絶対に、絶対に、絶対にいるから、ここに人狼。じゃあ、投票、せーの。処刑人ハルッチ、処刑します。ほらね、ほらね、ほらね。ジュレー。みぞが回答で人狼取ってたのね。あ、そういうこと？悔しい。よし、じゃあ、第2回戦いきましょう。第2回戦。いきます。なるほどね。デイバイデイ、どんなスピードで追いかけたら。俺、人狼です。ありがとう。てか今、デイバイデイって分かった？どんなスピードで。バカ俺やっ。英語しかない。これやで。話し合い、開始。はい。はい。僕じゃん、占いで。あおこれガチンコ TV、はい、TV 来ましたね。用意スタート。僕ちゃん占い師です。はい、占いました。小林は白です。おーすごーい。ハレッチも村人。え、村人って何人だっけ。大丈夫。俺はね、回答だったら言うやん。誰かと変えて。いや、回答で回答。お前ら何してるの。回答で回答と回答で回答。え、何を。回答で回答って言いたかったから、回答だったから回答だった。え、お前ちゃんとやれよ。じゃあ誰だったの。占い師ですよ。だからこっちはどっちか。いや、だとしたら本当かもしれん。でどっちか二人が嘘ついとる。いや、二人とも村人っすよ、ね。うん、全然占い師って出とるやん。占い師、回答、村人、村人の可能性があるってことね。占いの可能性がある。部屋村で。これ部屋村にしちゃう。いや、これね、いや、部屋村じゃないね。今状況としては平和村がありえちゃってる。まあ、ありえてます。可能性はありますね。なんで俺を盗んだんや。もうほっと回答で回答に奪ったって言ったことない。仕事できねえよ、ね、これな。平和村じゃない。なんでだよ。じゃなんか怪しいんですよ。小林がずっとなんか隠してる気がする。ムズムズしてますね。言いたいことがあるなら言いなよ。本当は嘘ついてました。え、だとしてもなんで嘘ついてましたって言えるの。言ってみよう。じゃあ一回ハルちゃん待ったら。なに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 。そんな考えことは。もう言うな。その先はこれどうすらいい。この人もし私と交換してるんやったら隠すようなことがないのよ。そんなに村人って言えばいいの、うん、今まだ言ってるのはハルチから奪ったって。本当にそれが本当ならどっちみちハルチも白の確定になる。村人か人狼だったし、お前が人狼になるし、今お前はハルチを白っていうのを証言しようとしよう。それは違うな。え、どういうこと。じゃあこの人もう嘘だわ。ずっと嘘で塊だこいつ。これ俺死ぬ。いや、ちょっと違う。マジで間違えた。間違えたって何やねん。正直に話してないっていう証拠なんじゃない。正直いっちゃう、いっちゃう、いっちゃう。何でもいいからいっちゃう。てる、てるないね。そうだね。間違えたお前。何してるやん。言い訳を。俺ボケツオフだよ。じゃあもう見たら行くか。いや、俺占いし。俺ちょ占いました。え、人狼って出ました。いや、無理だね。本当に無理だね。なるほどね。納得しいよね。だってあなたがだって占い師なんだもんね。引っかかったね。僕は占い師じゃないです。これはね、やられましたね。何このカスみたいな人狼。これは革命がないです。やられました。いや、僕はもう全てを悟りました。これはこの場には人狼は2匹いるんだ。あ、そういうことね。だから2票合わさって負けだ俺ら。ねえねえ、やられたな。とりあえずじゃあ白は小林を刺せばいいんじゃないかな。そうだね、うん、白は票を合わせなきゃいけない。だから俺たちは頑張って票を集めよう。これはあなたを信じていいのか。俺たちは合わせて壊しに。いや、本当にそうだよね。マジで本当に裏切るなよ。そう、それで2人はどうするまで絶対に誰かに入れるなよ。マジで1回じゃあ誰かに。これ決戦だからだぜ、うん、せーの。え、間違えた。あー、もうやってるやんか。間違えちゃった。ハルッチ2票。お前はやったあ、またハルチ死んだか。またこのか弱いハルチが死ぬ。またあ、お前負けた。ハルチ村人ですか。人狼は僕です。お前変えたんや。この絵本もよくね。一番燃えちゃかん村人がボーボーに燃えとる。ちょ、全て俺の手の中。え、でも人狼って人狼ですって言っちゃかなわけ。え、俺の占い師です。どうでしたか。うん、全然。むしろ黙ってくれと思ってた。10人ぐらいでやると大体いるような最初に殺されるやつ固定で。ハルチはその立ち位置じゃなかった。そうだそうだ、うん、
今日は違うけど、ね、やだやだ、やろうよ、ちゃんとしっかりしようよ。よーい、スタート。あ、あ、違うか。じゃあ行きまーす。タラタタン、見えるかな。嬉しいでしょ。はい、開始です。はい、え、俺マジで占いしたんだ。ね、これ何言うんだ、授業中に俺ら、これマジで占いしたから。俺は回答でした。テレバタン、なんで村人、え、占ったら村人だった。え、嘘、嘘、待って、村人です。ほんと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 、これさすがに疑うわ。違う、平和村だって。じゃあじゃあ、分かった分かった、それなりの弁明というか、弁明してくれたもん、もう終わりだよ。あなたがその村人ですみたいなその文章を見せたから。ちょっと無理無理、それが弁明の証拠になると思っとる。ならねえよ、だって村人出た時点で何も言うことないんだもん。まあ、もっと熱量を込めて言ってほしいです。村人だよ、小島だよ。ちなみに僕回答っていうのはすっごい嘘なんで、なんてやん。ちょっと場を乱してみようかなと思って。村人だよ。え、じゃあ嘘言えるじゃん。お前なんなん、大音少年。俺村人だよ。いや、仲間だ。違う、じゃあなんでそこで結託するの。私も村人だもん。村人だ。お前だ、人狼は。え、占い知ってる。なんで、ハルチは女子村人、あのなんか緑色の人間が出たから。で、小橋も出てるから出たんだ。そうだよ。緑色って出たなら村人かもね。ちょっと納得したわ。私村人。腑に落ちたわ。何やここの村。あ、確かに簡単に人狼に食われるやろ。え、じゃあこれ平和村にしようよ。でも私がちょっと怪しいなって思ったのが、もしコバちゃんが怪盗でカイちゃん村人で村人と交代したのであれば、もう先に行ってくれればもう白で確定なわけじゃん。だけどなんか見てこの顔、見てこの顔、じゃあもうシンプルに自分が怪しいと思う人呼び出せばいいんじゃない。もう話し合いだってこれ収拾つかないじゃん。俺はどう気に入る。絶対にハルチに刺すなよ。というか、せーの、わーい、違う。ねえ、なんでハルチなの。いや、またじゃん。めちゃくちゃ村人でした。すいませんでした。あれ、ちょっと待って、俺マジで占い師だったんだけどさ。え、いつも占い師で俺占って村人って言ってる。ドセンパー勘違いしとったかもしれない。とりあえずなんでお前は俺を村人って言ったり言って言ってちゃんと謝る、謝罪も込めて。マジで調べた人は村人で出ました。プレイヤー3を占って小林って言った。ずっとさっきからプレイヤーって言った。てかめっちゃプレイヤーって言っとる。ごめん、許さない。俺ハルッチを普通に殺した人なんだ。今ただの裏切ったやつ。手数占い師、そういう理由があったってことね。占い間違えちゃった、許さない。でも一個本当に些細なことがある、はい、この人がずっと脳死なの。いつもそうなんだから、こいつは人狼に誘われない。頭が悪いから、考える能力がないから。そうだよね。だからこいつ以外で高校の時も人狼してた。うん、シャットダウン。英語言いました今。あ、もうはい。じゃあ第4回戦いきますか。はい、これです。はい、プレイヤー4、プレイヤーと言ってしまいました。よーい、スタート。トイレ。ねえ、また何言うて。俺は占い師、占ったら人狼だった。嘘です。じゃあマジで嘘、本当に嘘、村人だもん。僕、はい、とハルチは市民でした。イエーイ。え、それなんで回答で私を村人、凍ったものを溶かせる。じゃあ違います。ちょっと待って、もうちゃんと主張してお願いだから。じゃあ違う違う違う。回答何？役職奪うやつ。ゴッドの男す。じゃあ違う。違う、役職盗むやつ。回答は、まあ、バカなのか。まあ、どうと脳みそもフグになったんか。回答で、ハルチのやつを取ったと。凍ったものを溶かすの。はい、じゃあね。いや、どう考えてもこっちの方が脳みそフグだ。おいおい。こいつがフグなんだって、一番。こいつもついでに占いました。ほら、占えないじゃん。ついでに占えない。お前そんな有能占い師だ。行ったんで二人。水を占いました。うん、村人でした。ああ、じゃあ分かった。まだ小林黒は確定じゃん。マジで占い師だよ。いや、お前だよ。俺が今回本当に市民だから、俺もね言うことがない。じゃあ小林、じゃあ小林、じゃあ彼氏は白でした。だからもうこれ小林じゃん。マジで人狼で見る前ブレてた、まあ村人でした。いや、水は仲間だった。絶対に人狼や。仲間って言うと人狼以外は思う。お前が人狼なの。います。クモン。行くもん。回答。回答。ちょっと殺そう。いや、だから確定だと思いますよ、でも。うん、絶対に。お前人狼だ。もういいよ、黙っておじいちゃん。これは、はい、決めました。はい、小林。最初から怪しいもん。せーの。
ねえ、もうやったんやお前らが。とりあえず判決します。アルチを消します。あ、やっぱ俺占い師だ。で、また唯一の村人が大盛り上がってる。お前ら心痛くないの？めちゃくちゃ痛い。でも俺占い師だったよ。誰占ったの？ハルチ。で、なんで村人って言わんの？で、何をしてんのお前、ポンコツが。人狼界に革命を起こしたかった。何してんのさっきからみんな。いきます。はい、お願いします。これさ、さっき友達に教えるっていうなったから、そうやって使おうぜ。ツイッターとかで共有するやつ。うん、ツイッターと言ってしまいました。ツイッターじゃなくて X な。 X って言ってもちゃわけありません。はい、iPhone 見せて。iPhone と言いましたね。はい、はい、スクショするんです。あ、じゃあスクショと言ってしまいました。せーの、スクショと言って。じゃあ早速レッツゴーしよう。レッツゴーと言ってしまいました。はい、はい、いいよ。ラジオ開始。せーの、めっちゃやだ。だって俺が村人だったの。俺が村人だったの。俺がだよ。ハルちゃんと思う人。違うよ、ハルチ回答だよ。人狼かよ。イエーイ、勝った。ねえ、ダメ。ハルチを処刑する前のハルチ回答だってって言う。違うよ、ハルチ回答だよ。いや、すごいね。いや、俺らやっぱ人狼うまいな。うまくない、全然お話ししてないじゃん。あー、お前らやってるじゃん、やっぱり。違う、じゃあ今日の企画言えます。人狼ゲームでハルチばっかり殺したらハルチどんな反応するのか。あ、違います。ちょっと違うね。お前らさっさと言った方がいいぞ、ネタバレ。え、だってこの動画のサムネ見て、真っ黒な背景に白文字で人狼ゲームだよ。タイトルはもうない。え、サムネに書いてある。サムネに書いてある。タイトルは十分だから。なしでいい。十分。で、その誰が見るの？全員が見る。賢しいんだけど、多分めっちゃ見るぞ。はい、落としてください。どうぞ。違う、ネタバラししろんだお前ら。ここからが重要です。みんなのお金が入ってるなんか固めのやつ、ね、また見てくれよな。